管理の方は、なんとか塁に出て足でかき回したいと、そういう野球を目指してるんじゃないですかね。非常にシャープな振りをして、まあ、右左どちらでも、この新日鉄光の2番高村、一方のプリンスホテル2番の高木、いずれも今日はそうですね、特に今日は8番ですけども、予選の時5番かなと思いますけども、まあ、でもまず順当に勝ち上がってきてますので、こう投げてますし、ショートライナーを飛びつきました。意外とこう攻略ができてしまうということがありますか。これは142ですね、やっぱりフォアボールとかエラーの後ですね、どうしてもストライク取りに行くケースが多いですから、その辺を気をつけた方がいいんじゃないかなと思いますね、これはいいコースに決まりました、142キロのストレート。